幅広市本市場昭和4年12月14日の生まれであります。東京に生まれました。御年89歳であります。12月14日の誕生日を迎えますと90歳となります。昭和1年3月の早稲田大学学生の時に上島同学に入門しました。会長上島森平王先生、二代同士上島吉郎丸先生に指示いたしました。昭和30年代の初めて本部当時、そして当時の防衛庁、各大学の愛知道の師範を務めました。昭和39年東京オリンピックの年、ヨーロッパに渡り愛知道の普及と稽古を行いました。創立者イタリア愛知会は日本伝統文化の会イタリア愛知としてイタリア政府公認の公益財団法人となっています。以来今日まで年3回春夏の会、日本とヨーロッパを往復し、イタリア、スイス、フランスにおいて指導の稽古を出しております。会長上島文平王先生は愛知道は理想の道であると語られています。これは全ての芸術は瞑想の道に通じることを説いた日本伝統文化の教えであり、愛知道による現代に生きる道として示されております。今日世界では